株式会社フォーシーズンズプロダクトマネージャー沼田と申します。スキースノーボードウェアがまずメインの会社、すごいやっぱり機能的な素材、完全防水でそれでいてこうシャカシャカした素材なんですけど、普段使ってもらえるような形にできたらなっていうのもが一つあったのと、そのフォーマルの考え方とかすごい好きだったので、それをさらに取り入れることできたらなと思ってインベルに今使ってます。大人になって専門学校行った時に型紙を勉強するスーッと入ってきて、でその型紙の勉強をして今度紳士服行ってオーダーした時にもそれがまたスーッと入ってきて、全部つながってるんだなっていうのは感じました。また別な角度で持続可能性のある世界を作るっていうお話でいくと、男女差別をなくしましょうっていうところ、 LGBTQ とか、ただ僕らで何できるのってところで形を作ってるので、男性女性関係なく着ていただいてもかっこよく着れますよ、素敵に着れますよっていうのを目指せるな、そういったところでそちら側に少しこう思いを込めて作っていけたらなっていうことを考えてます。でうちのウェアの場合はさらにストレッチ性がすごい、このストレッチ性だったり統一性とか防水性とかっていう素材を使って北海道を楽しむためのアウターウェアなので、これを例えば着て北海道大自然とか北海道楽しむために着てほしいブランド、北海道に旅行しに来るついでにこう着て旅行してもらうとか、これを購入するために着ていただいて北海道を歩いてもらうとか、北海道とセットでこう見てもらいたいなっていう商品です。北海道のこう環境の中で本当にこう環境に左右されないでストレス感じないで生活していただくためにこの生地機能性を活かせたらなと思って作ってます。なおかつ日本人の、しかも北海道とか僕らの体に合うようなもので仕上がったら世の中にはないものなのかなと思って、ね、で作ってますね。でお客様がこうお話ししてていいよねってこう共感するタイミングがあるんですよね。それが一番やっぱ気持ちいいですね。あ、分かってくれるんだあそこっていう共感できるところ、そこはすごい気持ちいいです。試しに来てもらいたいです。着心地で感じていただいて、で細かなこう機能とかをちょっとずつこうお話しして、それがこう あるよねそういうことねっていう、こう共感、そういうのを大事に伝えていきたいです。